こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、期間限定販売のチキンタッタとチキンタルタ、チキンマックナゲットの15ピース、ソースは生姜ソースとタルタルソース、プレミアム三角チョコパイのヘーゼルナッツを5個買ってきました。なんか今回ね、史上初のチキンタッタ、チキンタルタのリニューアルらしいです。チキンタッタ美味しいですからね。どんだけ美味しくなったんでしょうね。いただきます。三角チョコパイは食後に食べたいので、この人に温めてもらいます。じゃあまだチキンタッタから。チキンタッタさっぱりち生姜醤油味です。じゃん、こんな感じです。すごい綺麗ですね。美味しそう。マックのね、この箱はね、食べにくいんですよね。綺麗なのはいいんですけどね。パンはね、めっちゃふわふわでもちもちです。チキンタタもね、カリッとしててすごい美味しい。で、野菜はね、キャベツの千切りが入ってます。で、生姜醤油ソースとよく合ってます。パンがめっちゃ美味しい。こっちはマックナゲットの醤油生姜ソースです。あ、もう香りが、生姜の香りがすごいします。ちょっと甘みの効いた醤油ソースに生姜がピリッと効いてます。美味しい。次はチキンタルタです。はい、こんな感じですね。タルタルソースが溢れてます。卵感が強そうですね。こってりしたね、タルタルソースがたっぷり入ってます。このチキン自体がね、ちょっと生姜風味が香ってね、ちょっと辛みがあります。こちらマックナゲットのタルタルソースです、これもね、こってりしとってめっちゃ美味しいです。こっちはね、チキンタルタのタルタルソースよりもなんかソース感が強いソースですね。私、ナゲットソースはね、生姜醤油ソースの方が好きですね。タルタルソースの方がこってり感はあるんですけど、生姜醤油ソースの方、生姜醤油ソースの方が甘みが効いてて私は好きです。最後のチキンタルタです。最後の一口いただきます。最後デザートをミニオンちゃんから出しましょう。ありがとうございます。ほかほかです。はい、中身はこんな感じです。カカオのほろ苦いクリームの中にヘーゼルナッツの香りがプラスされとって美味しいです。で、中のクリームもね、濃厚な感じです。トロトロソースが出てきちゃいますね。三角チョコパイ、牛乳ともめっちゃよく合います。サクサクね。じゃあ最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。マックのチキンタとチキンタルタ美味しかったです。どっちもね、タルタルソースも生姜ソースも美味しかったんですけど、私はね、パンが美味しいなって思いました。チキンタルタもチキンタルタもそれ自体ね、美味しかったです。卵の方はね、こってりした感じで、生姜の方はね、さっぱりした感じで良かったですね。マックナゲットのソースも美味しかったです。私はね、生姜醤油ソースの方が好きでしたかね。生姜醤油ソースね。で、三角チョコパイはね、ソースがね、濃厚な感じでしたね。冬とかあったかいスイーツいいですよね。いや、とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。